FM93 AM1242 日本放送フライデーナイタースペシャル。こんばんは、日本放送の煙山光則です。時刻は夕方5時30分です。コロナウイルスの影響でプロ野球の開幕が延期。この時間は日本放送スポーツ部のアナウンサーが週替わりで、番組を担当しております。先週から番組タイトルフライデーナイタースペシャル、担当するアナウンサーはいくらでも代わりがおりますが、この人の代わりはいません。コメンテーターはこの方です。江本武則です。代わりはいくらでもいますけど、いないです、みんな来ないだけの話です。一応先週丸坊主にしてこいって言われたんですけど、ちょっと美容院も閉まってたりして伸ばしてみようかな。うちにあるよバリカン、もしあれだったら買ってやってるんで。ちょっと昔根本さんみたいに長くしたいなと思ってますんで、お許しください。あんまり綺麗じゃない。さてですね、ニュースが入ってまいりまして、新型コロナウイルス感染拡大の影響で開幕が延期されているプロ野球について、先ほどから会見が行われておりまして、日本野球機構 NPB の、斉藤コミッショナーの、コメントをまずお聞きいただきたいと思います。この5月6日までですね、長門市のみならず全国にですね、緊急事態宣言が発出されたということでありますので、野球の開催日を5月中に行うということは断念せざるを得ないと。レギュラーシーズンも試合数もですね、ある程度削減せざるを得ないということであります。その中でですね、日本シリーズまでの日程等々をいろいろ考慮いたしまして、本日は会合でですね、セパ交流戦の開催をですね、今年は見送らざるを得ないという結論にいたしました。NPB の斉藤コミッショナーのコメントをいただきました。5月中のプロ野球開幕は断念、試合数も削減せざるを得ないという中でセパ交流戦中止という内容でした。まあそうでしょうね、これはしょうがないですね。5月はちょっともうこの状況だと無理だなと、そうすると6月、で6月がダメだったらということになるとね、結構大変なことになると思うんですけど。そうですね、とにかく今先が読めないだけにね、これはコミッショナーを含めてNPB はやっぱり大変だと思いますよ。そうですね、日に日にまた新しい情報なんかも出てくるという初めてのね、そうですね、新型コロナウイルスということで、その中で、今日今シーズンの交流戦すべて中止されることが決まったということを第一報でお伝えしておきたいと思います。ということで、この後ですね、6時頃から安倍総理の記者会見が行われまして、緊急事態宣言の対象地域を全国に拡大した理由、それから一律10万円の現金給付などについて説明する見込みになっておりまして、この番組でも記者会見を生中継でお送りしてまいります。政府のいろいろな対策というのもいろいろ変わりながら、一律10万円というのが出ましたね。そうですね、なんかやっぱりそうやって方向性を出していくというのはね、多少いろんなある人もいますけども、なんかやるということの一つとしてはね、いいじゃないですかね。ある意味改善していくというか、やり方を柔軟にやっているというふうにも捉えられるのではないかと思います。さて今日はですね、メールで皆さんにもご参加いただきたいんですが、江本さんに聞きたいこと、話したいこと、今夜はこんなテーマでメールを募集します。お家で何してますかということで。お家でね、これね、本当にきついですよね。なんか出て行ったって何にもないしね、はい、でこのところ東京昨日天気悪かったでしょ、雨降ったりなんかしたらもうどうしようもないもんね。そうです、またなんか明日も雨になりそうですし、なんか気温もちょっと上がんないみたいな感じありますもんね。だからもうちょっとね、最近言ってますけど、公園で運動した方がいいよとかね、ウォーキングぐらいした方がいいよとかいう、なんかただ自粛、家出るなっていうばっかりじゃね、これ逆に別の病気が出てきますよ。そうですよね、じっといるのも限度があるしね、10万より家にルームランナーをっていうのはどうでしょう。
とにかくなんかずっと閉じこもってると逆に体調が悪くなったりっていうのはあるわけですから、特に高齢の方なんかもそうらしいですから、そうですね、まあ、なかなかね、うん、その辺を少しもうちょっとこう分かりやすく、あの自粛の意味をねもうちょっと言ってくれればいいんだと思うんですけど ね、はい、私もあの散歩するときですらちょっとこうあんまり人に近づいちゃいけないのかなとか思いながら、うん、こう避けながらとかしてますけど、まあ、健康な人同士がすれ違ったって、はい、病気になるわけじゃないから、ね、まあ、大丈夫です、ね、はい、話がただ分かんないというだけのことですから、まあ、自分で気をつけながら、はい、こう環境を見ながら、うん、自分のできる範囲でやるしかないじゃないですか、はい、ね、そんな中ですね、梨田正孝さんが集中治療室を出て一般病棟に移ったという、これはちょっといいニュースが入ってまいりました。よかったですね、長引いてたんで、まあ、やっぱり野球、まあ、我々同業といえばはい、という感覚で言えばね、うん、やっぱり普通の人よりはちょっと体力が違うかなと、年は取っててもね、はい、まあ、そういうところで、まあ、あのなんとか一般病棟に移れたんでよかったんじゃないですかね、うん、まあ、一安心というか、はいはい、あの梨田さんといえば江本さんからプロ初ヒットを打ったという方でもありますし、うん、まあ、それはちょっと気に入らないまあ一方で、あの片岡敦さんがコロナウイルス感染とか、まあ、いろいろスポーツ界にも広がりを見せているという感じになっておりますが、今日はお家で何していますかというストレス発散法なんかをね教えていただければありがたいと思います。江本さんはどんなことで発散というか過ごし方みたいなのあります？気分転換。いや僕大体ほらおとなしいタイプだから家でじっといるよといえばずっといられるタイプなんですよ。そうですよね、はい、あの裁縫したりね、はい、あのまあ、最近歌う気にはならないんで、あギター弾いて歌うとか昔はよくやりましたけど、はい、私はどっちかというと暗い方なんですよ。あのどっちかというとこう、ああのインドア派みたいなところがある、あの孤独派でね、あの一人でいても全然大丈夫なタイプなんですよ、はい、やっぱり孤独に強い方がでもいいって言うじゃないですか、うん、昔ね、宇宙飛行士がね、はい、まあ、私が聞いたところだと最初の頃 の宇宙飛行士ってみんな一人っ子だった。へ、なんでだって言うと割と孤独に耐えられる人が多いっていう、ね、おー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 なことから、まあ、最初はそういう人が今は違いますよっていうのを聞いたことがあるんで、俺もまあそうよく考えたこの時から一人ですからね、はい、割り方、はいはいはい、孤独には強い、強いです、はい、そうですね、まあ、周りにいてもいいんだけどね、別にいてもいいぐらいの感じでしょうか、お家で何してますか、言ってませんでした、うん、ごめんなさい。受付メールアドレスが、うん、89@1242.com 野球の89@1242.com、 ファックスは 0570-02-1242、 0570-02-1242、 ツイッターは漢字でハッシュタグエモトケムヤマ、ハッシュタグエモトは大丈夫だと思うんですけど、煙山は煙に山で、煙山と言います、煙山でつぶやいてください。そして7時台にゲスト井端弘和さんにも、ご登場いただきますので、井端さんへの質問メッセージも大募集です。たくさんのご意見ご感想お待ちしております。江本武則さんとお送りする日本放送フライデーナイタースペシャル、この後9時20分までの生放送です。さあ今夜の1曲目、夜10時からお送りしているオールナイトニッポンミュージック10に今月から新しく岸谷香織さんが加わりました。プリンセスプリンセスでダイヤモンド。さて日本放送ではですね、来週からの1週間注目の番組ご紹介したいと思います。4月20日月曜日の日本放送は4番組連動企画ということで、朝の飯田浩司の OK コージーアップ、柿花忠、あなたとハッピー、江本さんとコンビを組んでいました、はい、柿花くんの番組、うん、そして午後の安藤博樹デイズ、そして夕方草野光代夕暮れワンダホー、こちらは松本秀アナウンサーがアシスタント、この4番組で、その連動企画を行います。あなたがレポーター、一都三県ラジオコロナ対策会議と題して、リスナーの皆様からいろいろな、報告連絡相談受け付けたいと。あなたの生活で困っていることなんていうのもあります。山本さん、困ってることってあります？困ってるのはあんまりないんですけどね、はい、私はほらもう食い物しか趣味がないんで。あ、同じですね、違います、同じでしょ、はい、で結局胃がんにもなったんですけど、あの食いすぎてだけどね、あの、はい、それだけが唯一ね、はい、うん、なんて言うんだ ね、あの店が開いてないっていうね、はい、あと自分があの好きなお店とかを助けたいんだけど、うん、なかなか助けられないとかね。まあ、私は酒飲まないんで、居酒屋には基本的にあまり行かないので、あの飲食店っていうのはこういろ範囲が広いじゃないですか。そうですね、まあまあ高級からちょっとね、うん、いろんなこう
いろんなレベルの食い物屋がありますけど、ね、はいはい、ね、B とか C が好きなんでね。よく連れて行っていただいて、すみません、B とか C とか、そこら辺がね、いや、そこら辺がなんかね、みんな、なんとなく自粛したりするんでね。うん、ですよね。まあ、そんな、質問でも、何でも困ってることでもいいですので、はいはい、お寄せいただきたいと思います。あなたの身の回りで今起きていることなどを送ってください。で、豪華なコメンテーターが回答してくださいます。ラインナップは、東京都知事の小池百合子さん、ジャーナリスト須田慎一郎さん、医師医療ジャーナリストの森田豊さん、テリー伊藤さん、諏訪中央病院名誉院長の鎌田実さんなど、様々な多彩なジャンルのコメンテーターとなっておりますので、ぜひご参加ください。で、20日月曜日からは、夜はですね、鶴子の噂のゴールデンリクエスト、笑福亭鶴子お宮子様のゴールデンコンビが帰ってきます。今回はしかも5日連続生放送、月曜日から木曜日は夕方6時、24日金曜日は夕方5時30分からお送りします。で、20日月曜日から24日金曜日の夜8時からは、もやもや解決、ゲッターズ飯田、ラジオで占いましょうという、占い界のレジェンド、ゲッターズ飯田が5日連続生放送。山本さん、占いは占い、占いやってもらったり、ね、よくやってたんだけどね、なんか気にし始めると嫌になるんで、もうやめました。分かりました。占いは一切もう、見ないことに。分かりました。来週月曜日からの1週間、どうぞお楽しみに。詳しくは日本放送特設ホームページをご覧ください。フライデーナイタースペシャル、日本放送キーステーションに全国ネットで生放送。時刻は6時になりました。こんばんは、日本放送の煙山道則です。さあ、安倍総理の記者会見が行われます。報道部の森田解説員です。はい、まもなく安倍総理大臣の総理大臣官邸での記者会見が行われます。緊急事態宣言の対象地域をすべての都道府県に拡大した理由を説明します。また会見では都道府県をまたいだ人の移動を避けるよう促す方向です。さらに所得制限を設けずに国民に一律10万円給付する方針も示すことになっています。それでは安倍総理大臣の記者会見が始まります。本日も東京都では今日新たに201人が新型コロナウイルスの感染者確認されたことが分かっています。今月11日の197人を超え最多を更新しています。この後の会見ではウイルスの拡散防止のため人との接触を減らし移動も自粛するよう協力を呼びかけることになっています。会見出席者は全員マスクを着用しています。安倍総理の記者会見始まります。その後にお受けしますのでよろしくお願いいたします。それでは総理お願いいたします。はい、緊急事態宣言を発出してから10日が経ちました。この間毎朝店を開き食料品など生活必需品を棚に並べてくださっている皆さんがいます。レジの対応をしてくださっている皆さん、そして物の流れを絶やすことのないよう昼夜は分かたず配送に携わっている皆さんがおられます。緊急事態の中にあっても私たちの生活を守るために事業を営業を継続してくださっている皆様に心より感謝申し上げたいと思います。高齢者の介護施設や保育所などでは多くの職員の皆さんが感染予防に最新の注意を払いながら必要とする事業を続けてくださっています。電力やガス、水道の供給、ゴミの収集焼却、鉄道の運行、こうした社会インフラがしっかりと維持されなければ私たちの生活は成り立ちません。そのために日夜頑張ってくださっている皆さん、こうした皆さんの存在なくして私たちは長期にわたるこのウイルスの戦いに打ち勝つことはできません。目に見えない恐ろしい敵
との戦いを支えてくださっているこうした全ての皆様に心より御礼を申し上げます。でそして人と人との接触を最低7割極力8割削減するとの目標の実現に向けて外出自粛の要請に応えてくださっている国民の皆様に改めて感謝申し上げます。事業者の皆さんにも在宅勤務を原則とするなど多大なご協力をいただいています。しかし1日あたりの新規の感染者数はまだ減少には至っていません。東京都では本日過去最高の200人を超える感染者の報告がありました。大変厳しい状況です。都市部の平日の人出は感染拡大前と比べて東京の渋谷周辺では6割程度、大阪の梅田周辺では7割程度減少していますが、いまだ目標のレベルには達していません。最低7割、極力8割の接触削減を実現できない限り、1日あたりの新規の感染者数を大きく減少に転じさせることは困難です。累積の感染者数は東京都ではすでに3000人に迫っています。大阪府でも1000人を超えました。各地で軽症者の皆さんにホテルなどで療養していただく取り組みも進んでいますが、医療現場からは悲鳴が上がっています。守れる命も守れなくなる感染リスクと背中合わせの中で、現場の医師や看護師の皆さんの肉体的な、精神的な負担は限界に達しています。皆さんに改めてお願いいたします。どうか外出を控えてください。できる限り人との接触を避けてください。そのことが医療現場を守り、多くの命を守ることになります。ひいては皆さんや皆さんの愛する人たちを守ることにつながります。すべては私たち一人一人の行動にかかっています。昨日緊急事態宣言の区域を7都府県にとどまることなく日本全国へと拡大することといたしました。尾身会長をはじめ諮問委員会の専門家の皆さんから賛同をいただき、政府対策本部において決定したものです。足元では全国各地でクラスターと呼ばれる集団感染が確認されるようになっています。これについては3月の3連休における緩み、都市部から地方への人の移動が全国に感染を拡大させた可能性があるというのが専門家の皆様の分析です。また東京都や大阪府など7都府県ではすでに知事による休業要請などが進む中で、一部にコロナ疎開と呼ばれるような外の地域への人の動きが見られるとの指摘があります。まもなくゴールデンウィークを迎えますが、感染者が多い都市部から地方へ人の流れが生まれるようなことは絶対に避けなければならない。それは最も恐れるべき事態である全国的かつ急速な蔓延を確実に引き起こすことになります。先週の記者会見でも申し上げましたが、地方には重症化リスクが高いといわれる高齢者の方々がたくさんいらっしゃいます。その感染リスクが高まれば地域医療に大きな負担となり、ひいては国民生活および国民経済に甚大な影響を
及ぼす恐れがあります。こうした事態を避けるため、大型連休に先立ち、それぞれの地域で観光施設への休業要請も必要となるでしょう。人の流れを、人の流入を防ぐため、各地域が所要の緊急事態措置を講じることができるよう、今般緊急事態宣言の対象を全国に拡大することとしました。そのため期間についてはこれまで同様、ゴールデンウィークが終わる5月6日までといたします。あと20日間、日本全体が一丸となってこのウイルスとの戦いを戦い抜いていく。全国の都道府県と手を携えて、皆さんの健康と命を守るため、あらゆる手段を尽くしていきたいと考えています。今回緊急事態宣言を全国に広げ、すべてのご協力をお願いします。感染症の影響が長引き、すべての国民の皆様が厳しい状況に置かれています。長期戦も予想される中で、ウイルスとの戦いを乗り切るためには、何よりも国民の皆様との一体感が大切です。国民の皆様と共に乗り越えていく、その思いで全国すべての国民の皆様を対象に、一律に一人当たり10万円の給付を行うことを決断いたしました。収入が著しく減少し、厳しい状況にあるご家庭に限って1世帯当たり30万円を給付する措置を予定しておりましたが、国民の皆様から寄せられたさまざまな声、与野党の皆様の声も踏まえまして、さらに給付対象を拡大することといたしました。これに伴って現金給付の総額も、これまでの6兆円から14兆円を上回る規模へと大幅に拡大することとなります。補正予算の編成をやり直すこととなるため、さらに1週間程度の時間を要することとなりますが、速やかな国会成立に向けてご協力をお願いしたいと思います。ここに至ったプロセスにおいて、混乱を招いてしまったことについては、私自身の責任であり、国民の皆様に心からお詫びを申し上げたいと思います。日々事態が大きく推移する中で、国民の皆さんの健康と暮らしを何よりも最優先に、そして国民の皆さんの声にしっかりと耳を傾けながら、常にベストな判断をするよう最善を尽くしていく、その責任をこれからも果たしていく決意であります。一日も早く現金を皆さんのお手元に届けられるように、実施にあたる自治体や関係機関の方々と協力し、政府を挙げて全力で取り組んでまいります。リーマンショックの時、全国民一律に配布した契約給付金の際には、皆さんに案内をお送りする作業だけで3ヶ月もの時間を要しました。そのため今回はスピードを重視するとともに、申請する人が殺到して感染リスクが高まることを避ける観点から、手続きについては市町村の窓口ではなく、郵送やオンラインによることにしたいと考えています。緊急事態宣言が拡大することにより、全国の観光業、飲食業の皆さん、イベントに携わる方々には大変なご苦労をおかけしています。事業者の皆さんへの現金給付も速やかに実施していきます。
休業要請を行っている自治体では個別に協力金をお配りする動きもありますが、国として休業要請したそして休業要請に応じた方々のみならず、今回の感染症で売上が減少した事業者の皆さんを全国的に幅広く支援してまいります。中小法人は200万円、フリーランスを含む個人事業者の皆さんには100万円を上限に国として現金給付を行ってまいります。また納税時期が迫っている皆さんも多いと思いますが、納税や社会保険料の納付を猶予することで手元資金を事業継続に活用していただけるようにします。この困難な中にあって本当に歯を食いしばって頑張っておられる皆様、必死に前を向いて取り組んでおられる皆さんを政府はあらゆる手を尽くして支援してまいります。皆さんの努力は決して無駄にしません。共にこの緊急事態を乗り越えてまいりましょう。このところ相次いで病院内でのクラスター発生、院内感染が報告され、事態を大変憂慮しております。すべての医師、看護師、看護助手、そして病院スタッフの皆さん、臨床検査技師の皆さん、さらには保健所の皆さん、こうした皆さんこそが今最前線にあって感染リスクと背中合わせの過酷な環境でウイルスの戦いに臨んでくださっています。この現実に立ち向かうため、国として自治体と連携し、感染予防に必要な医療防護具を一つでも多く現場にお届けします。医療用ガウンや高機能マスクなどを産業界の全面的な協力を得て調達いたします。今週から初診も含めたオンライン診療を先行的に解禁しました。院内感染のリスクを減らすためにも、すべての皆さんや、まさにすべての皆さんに電話やオンラインでの診療を積極的に ご活用いただきたいと思います。各地の医師会の協力も得て検査センターを設置します。かかりつけ医の皆さんが必要と判断した場合には、直接このセンターで検体を採取し、民間検査機関に送ることで保健所などの負担を軽減してまいります。厳しい現実に立ち向かうため、国としてこれまでに延べ1万3000人を超える自衛隊員を動員し、自治体による軽症者の宿泊施設への移送などを支援してまいりました。医療支援を重症者に集中することで医療現場の負担軽減に取り組みます。今この瞬間も重症者の命を救うため、命を守るため懸命に治療に当たってくださっている医師、看護師の皆さん、医療従事者の皆さんのため、診療報酬を倍増するなど、処遇の改善にもしっかりと取り組んでまいります。そして現実に必死で立ち向かっている現場の皆さんに、私たちは心からの敬意と感謝の気持ちを表すことができます。現在の厳しい状況に全力で立ち向かっている医療従事者の皆さんに、全国各地で拍手を送り、またライトアップを行って感謝の気持ちを示す取り組みが行われています。本当にありがとうございます。でも私たちにはもっとできることがあります。それは目の前の
現実に立ち向かうだけではなく、未来を変えることです。私たち全員が今不要不急の外出を避けることで、2週間後の新規の感染者数を劇的に減らすことができます。それは間違いなく医療現場の負担を減らすことにつながります。2週間後の医療現場の状況を決めるのはまさに今なんです。未来は私たちの今の行動にかかっています。医療現場を支えるため、その負担を減らしてください。皆さんの力で未来を変えてください。緊急事態に皆さんのご協力をお願いいたします。私からは以上であります。総理大臣官邸で開かれています安倍総理大臣の記者会見の模様をお聞きいただきました。この後質疑が行われるところですけれども、冒頭の発言で安倍総理大臣はまず外出自粛につきまして国民に改めて感謝の言葉を述べました。そして再三医療現場の状況が危機的な状況だということを訴えました。その上で国民にどうか外出を控えてください、できる限り外との接触を避けてくださいと呼びかけました。それが医療現場を守ることにつながると訴えました。特にゴールデンウィーク大型連休中に都市部から地方への移動を避けないと、ますます感染が蔓延するというふうに危機感を募らせておりました。その上で緊急事態宣言すべての都道府県に拡大しましたので、それぞれの地域で観光施設の休業なども必要になるというふうに述べておりました。また一律に国民10万円を給付する方針についても説明しました。収入の減った世帯に当初30万円を給付するという予定でしたけれども、ここを国民全体に変えたと。これによって事業規模も当初の6兆円から14兆円以上に拡大すると述べる一方で、補正予算の組み替えが必要になりますので、その結果予算の閣議決定、それから審議などが1週間遅れるということで、この辺については、混乱を招いたのは私の責任であり、国民にお詫びしたいと、陳謝する場面もありました。そしてリーマンショック後に定額給付金を支払った時には手続きに時間がかかりまして3ヶ月ほどかかったということですので、今回は手続きは郵送だとかオンラインを考えているということも総理は述べておりました。とにかくできることがあると、それはやはり不要不急の外出を控えることだと、そして2週間後の感染者を何とか減らしたいと、こういう訴えるような記者会見でしたね。そうですね。2週間後にその効果が出るように我々も意識を同じにして行動していきたいということですね。日本放送報道部森田解説委員でした。ありがとうございました。フライデーナイタースペシャル、江本武則さんと日本放送煙山光則でお送りしています。さあ、ということで安倍総理大臣の会見がありました。今日はお家で何してますかというテーマでお送りしております。江本さんのラジオを楽しみに聞いていますという体重100キロの在宅勤務男さん。江本さん、吹きが大好きだということを聞きまして、はい、吹きの群生をお散歩の時に発見したそうです。はい、ええ、どうやって調理したら美味しく食べられますか。ああ、それはもう皮むいて煮てた、皮むいて煮ればいい。そう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 、皮むいて煮るのが一番いい。やっぱアクが出るからね、あれ。はいはい、そのアクを丁寧に作って、これはね、この味はね、はい、やっぱ吹きは素晴らしいですよ。はい、ということで、吹きは煮て食べてください。フライデーナイタースペシャル、江本武則さんと日本放送煙山光則で東京有楽町日本放送キーステーションに全国ネットで生放送。
さあ今日はフライデーナイタースペシャル、江本武則さんとお送りしております。全国に日本放送キーステーションにお送りしていますが、ここからは江本さんが社会の出来事を語るエモヤンズフォーカス、テーマはこちらです。 The Focus エモヤンズフォーカス。コロナウイルスと今週のスポーツ界ということで、江本さんにお伺いしていきたいと思います。もう本当にいろんなことがもうコロナウイルスに関連して、はい、起こっておりまして、うん、まあ、野球関連もそうですけど、プロレスなんかもですね、アメリカでは選手スタッフ28人解雇、うん、日本では、阪神の練習が3週間ぶりに始まった、はい、とかありますし、あとは J リーグなども、6月7月8月再開の3つのシナリオを用意、あるいは世界フィギュア代替開催を断念、夏の甲子園なんですが、甲子園8月10日なんですけど、はい、6月20日の沖縄から地方大会なんですね、うん、まあ、このあたりもありますが、江本さん注目のものってありますでしょうか。まあ、これは何といっても気になるのはやっぱりプロ野球と J リーグとか、こういったね主なスポーツの開催ですよね、開催時期、はいはい、でこれはまあ今総理の会見もそうですけど、2週間が目処にどれぐらい劇的に変わってくるかというのを睨みながらね、そうですね、開催時期を決めていくんでしょうけど、ただしかし2週間家にじっと いてもなかなかそう簡単にはと思いますけどね、この状況だと、はい、そうするとプロ野球の開幕を J リーグにしたってね、うんうん、これは相当先々読んでないと、はい、まあ、読んでるっていうかこのある時期想定してないとね、いろんなパターンを用意してやっていかないといけないって感じですかね、まあ、多分だから今の状態だったら5月は無理でしょう、そうすると6月じゃあいつ頃かと、そうするとまあ中旬、はい、まあ、2週3週目ぐらいの、まあ、金曜日が始まるとしたら6月19日ぐらいですかね、それからそれがダメなら7月の、まあ、もう 2,3 週後になるかとか、まあ、7月の初めになる、なるかどうか、まあ、しかしそれをまあ、 ある程度開催時期というのを睨んでいかなきゃいけないのと、はい、一方では選手ですよね。そうですね、これ問題は、サンケイスポーツのコラムで、うん、選手に毎日体重チェックをさせて球団に報告させた方がいいんじゃないかみたいな、まあ、それぐらいのことをやらないと、はい、なぜかというとね、やっぱりその個人練習が多いわけですよ今、はいはい、まあ、全体 そのゲームやったりするわけにいかないので、そうですね、それからまあいつもならこの時期のショー、まあ、ゲームを通常にやってるとしたらね、うんうん、これショーモードが違うわけですよ。あ、そうか、はいはいはい、143試合やるための、この1試合ずつやっていく、戦っていく毎日選手はね、そのショーモードがこうなんかシーズン中はすごいんだけども、うんうん、練習だけだとかね、個人練習だとかね、まあ施設も十分使えないということになると、はい、いくら、大好きな、なんだ、ジムで、筋トレとかをやっても、筋トレやったところでね。やっぱ試合で、消耗する体力にはならない。消耗が違うから、うんうん。だからそれをどう解消するかということと、そうすると、やっぱり怖いのは肥満ですよ。ああ、体重が増える。最近の選手は特に肥満系が多いんで、見た目がね。いや、これは筋肉だって言うかもしれませんけど、でも、やっぱりそれは微妙に、体重が増える。まあ、ケンも毎回見るたびにちょっと太ってるもんね。なんとなく。なんかブヨっとしてないな、私は体が。一回、もともとブヨブヨしてるんですけど、2キロぐらいすぐ増えて、やばいと思って今、戻しました。そうそう。だから普通の人さえそうなんだから、はい、人でもそうですから。ね、特に外出経験、外へ出るのは出るのやったら、どうしてもこう、なんかつまんだり食ったりね。はい、だそうすると、それを考えた場合にね、野球選手もやっぱりね、はい、ここは相当、自己管理っていうか。そうですね。特に私はまあ、とりあえずは体重チェックだけはね、球団と一緒になって担当のコーチとかね、一緒にこうトレーナーとか、やっぱりやるべきじゃないかと思うんですね、はい。いつもの感じではないので、よっぽど注意しないと、もう気がついたら、体重オーバーになってしまってる、耳に音楽からイヤホン入れながらね、自転車漕いでるだけじゃ絶対ダメだから。本当に試合で。はい、もうはーはー言ってね、ひーひー言うぐらいのね。精神的にも追い込まれながらやるのと全然違うわけですから。それから、その夜遊びもできないからね。まあそうですね。消耗度がだから。そんなとこで消耗しか、練習しかないんだろ。そうですよね、はい。これよっぽど本当気をつけないと。そうです。じゃあいざ始まるっていう時にコンディションが整ってない、ということが。で、急に、その6月7月から始まったとしても、
例えば、はい、いつものシーズンと違うペースがあるじゃないですか。そうなんですよ。だから、その疲労度だとかね、はい、そういったものも違ってくるしね、うん、故障しやすい状況になると思うんですよ。ですからもちろんその、いつ開幕するかの細かいシミュレーションもですね、選手もどういうタイミングでいくかわからないから、いろいろ考えとかなきゃいけない。これはもう大変だけどね、うん、まあこれはもう宿命と思ってしょうがない。これ対応していくしかないでしょうね。はい、まあ、アメリカなんかだって、アリゾナに集まってね、はい、夏場なんてあそこ40度以上あるからね、外じゃ試合できませんよ。暑くて。暑くて、はいはい。そうするとダイヤモンドバックスのあの球場で、何試合やるかっていうことですけど、まあ現実的にどうかなと。うん、それもニュース入ってまして、入ってましたね、アリゾナ州での全30球団による無観客開催について、うん、メジャーリーグは、競技中で無観客、選手は大規模なホテルに缶詰で厳格管理、定期的な検査をすれば実現の可能性もありという話も出てるんですね。うん、まあこれはうがった見方ですけど、やっとけば、このメジャーリーグの一番の収益っていうのは放送権料です。はいはいはい。だからこれは客がいてもいなくても試合さえすれば放送はできるんでね。莫大な世界中から、うん、まあ日本からもですよね。まあそういう経営的なことも、まあ日本のように NPB に全部金が入ってくるじゃないですか。日本みたいに NPB には金入ってこないんだけど。入ってこない。はいはい、アメリカの MLB にダーンと入ってくるんで。うん、メジャーリーグ機構のメジャーリーグの場合はね、うんうん、だからそこは違いはあるんですけど、そこをちょっと睨みながら経営も含めてね、うん、メジャーと日本の対応はちょっと違うと思うんですよ、考え方が。なるほど、うん、だから一箇所に集めてやればいいじゃないかということには日本ではならないんじゃないかと思うんですね、はい、あと最近あのメジャーなんかは年俸をもうすでにこう、はい、まあそういう規定があるらしくて、ある程度試合数に応じて下げるって、日本にはなんか規定がないらしいですね。ああ、なるほどね、その中での、まあ、はい、聞かないですもんね。アメリカの場合はこれ、先日も私新聞でもサンスポでも書きましたけど、アストロズのバーランダーなんていう選手がね、はいはい、毎週給与3万5000ドル、はい、380万、これを毎週もらえるやつをそのままそっくり寄付しますと。特に医療関係とかね、まあ、日本ではすぐ募金活動しますって言うんだけど、向こうはさっき募金活動よりも寄付自分のお金を出す、はい、これをまずやってからですよね。日本では4月9日に、プロ野球選手会が寄付を始めましたんで、まあ、これがどれぐらい広がっていくかっていうところなんですね、うんうん。そうそうそう。だからまあ、とりあえずは自分たちがね、はい、まあ無理のない、やっぱり寄付活動っていうのは、まあそれも一つの、社会貢献の一つですから。はい。ただメジャーのレベルは違いますよね。そうですね。もともともらってる金額も、すごい金額もらってると思いますし。そうですね。フィリーズのハーパーなんていう外野手はね、まあ団体を通じて50万ドルといったらね、5000、まあ、400万円。400万。はい。それぐらいですからね。それからメジャーの30球団は球場スタッフにそれぞれ100万ドルずつ出す。うわぁ !100 万ドルって。100万ドルってあれ、1億円金の大体1億円ぐらいです。全然ダメなんで。大体1億円ぐらい。まあレベルが違うといえば違うんですけど。はい。1億800万ですか。うん、まあだからそういうことで、はい、まあ日本もそのまま行きませんけども、まあ日本も何らかのね、形で選手も大変でしょうけど、はい、そういうなんか社会貢献もやっぱしなきゃいけないんでしょうね、球場スタッフもね、大変ですから、まあその辺もというところはあるでしょうか。それではここで一曲お送りしたいと思います。小泉今日子さんで、マイスイートホーム。フライデーナイタースペシャル、金曜日は私江本武則が暴れさせていただきます。はい、ということで全国ネットでお送りしておりますフライデーナイタースペシャル、お家で何をしていますかというテーマでいただいておりますが、先ほどフキの食べ方どうすればいいですかっていう、なんか100キロのっていうところでどうも心当たりがある、あるで、ちょっとよく見たらそうでしたね、なんだ、要は産経スポーツ代表の吉川さんだった。あ、そうだったんですか。あら、ふっと。ああいう偉い人もね、自宅待機ですから。ああ、そうでしょうね。多いです、そうです。そういうことで、たまたま聞いてくれてたんだ。はいはい。いやいや、ちょうど私、これ、吹きのが面白いなと思って、たくさんある中から。あ、そうか、そう、偶然。本当偶然です。また偶然にも、どうも。はい。それだけ、さすが代表だけあって、パンチのあるメールを、パンチあるね。送っていただいているという感じでしょうか。運が強いっていうか、この後も受付メールアドレスは、89@
@1242.com、野球の89@1242.com で、お家で何していますかお待ちしています。ハッシュタグは漢字で江本煙山でつぶやいてください。吹きをもう一ついただいてますか、ね。吹き来たか。これは、真夏のセミハイテクさんです、うん、サービス業なので普通に今日も仕事です、コンビニで一息ついているところにやってきた吹きの食べ方のお話、うん、煮つけて食べるのも美味しいですし、アンゼリカというお菓子も作れるんですよ。あれや、それ初めて聞いたね、私が一番好きな吹き料理は煮つけた吹きの卵とじ、めんつゆを使えば簡単にできる、うん、お好みの味に整えためんつゆのお汁に煮つけた吹きを投入し、卵で閉じるだけ、うん。あ、それもうまそうだね。ね、なんか、丼物でもよし、おつまみ。それなんかね、おばんざいとかで、はい、みたいな店あるでしょ、はいはい。ああいう時にこう、炊いたやつをこう置いてある時に、なんか卵がかかってるやつを、そういえばどっかで来たことあるの。ありがとうございます。ということで、煮つけた吹きを、麺つゆのお汁に、ちょっと調整したやつに投入して、卵で閉じるだけと。作り方を教えていただきました。そうそう、代表麺つゆで炊いてもいいよ。麺つゆで麺つゆで炊く、あ、麺つゆでも炊いちゃうとか、そう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 、あ、そういうやり方もあるんですね、うん、まだまだ皆様から、お家で何してる、お送りして、お届けいただければ、ご紹介、何言ってる、食い物がもう頭に入ってるんじゃないの今。やっぱりあのもうすでに上野さんと同じで、寝る前に明日何食べようかなが一番幸せな時間なので、はい、ちょっと食べ物で今舞い上がってしまいました。さあ、続いてはですね、まあ今、新型コロナウイルス感染拡大の影響で、うん、プロ野球、なかなかこう、野球中継もね、聞けないという状況の中、お送りするのがこちらのコーナー。プロ野球名シーンプレイバック。この時間は過去のプロ野球の名シーンを実況素材をたっぷり使いまして、当時の臨場感そのままに、試合の様子を振り返ります。今回選びましたのは、2015年10月2日神宮球場、ヤクルト対阪神、ヤクルトスワローズが14年ぶり7度目のセリーグ制覇を決めた試合、解説は江本武則さん、実況私煙山光則の、台本にはゴールデンコンビと書いてあるんですが、私の方があのゴールデンじゃないのでゴールデンプラス、うん、まあ、鉛みたいな感じ、ちょっと無理があるな、はい、無理があるという感じだと思うんですが、それではですね、その延長11回の裏の攻撃をこう編集しまして、ヤクルトの優勝が決まるまでのシーンを、解説江本武則さん、ゴールデン、実況私、何でしょうね、錆びかけた鉄という感じでしょうか、煙山のゴール、煙山のコンビでお聞きください。延長11回の裏、ヤクルトスワローズは2番の川端慎吾から始まります。このヤクルトの打線を引っ張ってきた三人衆、打率トップの川端慎吾、ホームラントップの山田哲人、プラストリプルスリー、そして畠山、打点トップの畠山と、さあ役者が揃って延長11回の裏、さよなら劇を演じることができるか。さあバッターは川端、ピッチャー能見、延長11回の裏、カウントは3-2、3ボール2ストライク、能見が伸び上がって投げました、アウトコース打ちました、ショートの左抜けた、レフト前ヒット、またまたヤクルトがサヨナラのランナーを出しました。ここで山田哲人登場、大興奮の神宮球場、延長11回の裏、3ボール2ストライク、第6球を能見が一塁ランナーを正面に見て投げました、空振り三振、ランナースタート、ボールはキャッチャーから送られるが、あっと送球が逸れた、これを見て川端がまた三塁へ行く、川端が三塁へ、今送球が乱れました、キャッチャーの悪送球エラー、盗塁とそれからキャッチャーの鶴岡の悪送球エラーです。また江本さん三塁です。あーねー、今のはもうセカンドまでいい球行ったらアウトだったですよね。はいはい、それが結果サードに行くというのはね、ヤクルトやっぱり流れですよ、はい、流れはヤクルト、次が出てきてますよね、はい、バッター雄平登場、ランナー一塁三塁、タイガースもクライマックス進出に向けて必死、両者の必死がぶつかっている今日の神宮球場、延長11回の裏、1対1同点、バッター雄平、三塁ランナー川端、一塁ランナー畠山、バッターは雄平、ツーアウトです、ピッチャー能見、第1球を投げました、
真ん中低めボール、ワンボールです。ホームランは8本、2割並ぶ2厘という雄平。この雄平がサヨナラを打てばヤクルトの優勝が決まります。延長11回の裏、1対1の同点です。時刻は10時を過ぎています。神宮球場大歓声、風はライトからレフト、ワンボール。第2球を投げました、打った、ライトへ高く上がって右に切れていくファールボール。1対1同点、延長11回の裏、ヤクルト大歓声を受けてバッター雄平、ワンボールワンストライク、ピッチャー能見、投げました、インサイドボール、ツーボールワンストライク。ランナーは一塁三塁、一塁ランナーの畠山はもう関係ありません。三塁ランナーの川端が帰ればサヨナラ。そして同時にヤクルト優勝。延長11回の裏、ツーアウトランナー一塁三塁、ヤクルト14年ぶりの優勝目前。左バッターボックスは雄平です。この雄平も今年は苦しんだシーズン。ツーボールワンストライク、第4球を能見が投げた、打ちました、ファーストの右を破った、ガッツポーズ、三塁ランナー川端ホームイン、サヨナラ、ヤクルトサヨナラ、同時に優勝、ヤクルトスワローズ14年ぶりのリーグ優勝なる。サヨナラで決めた、ホーム神宮球場で決めました。史上まれに見る大混戦、2015年のセリーグペナントレースを制したのはヤクルトスワローズでした。2対1、雄平のサヨナラタイムリーヒット、ヤクルトが14年ぶり7度目のセリーグ優勝を決めています。真中監督の姿も見える男泣きです。真中監督44歳、12球団最年少監督、真中満男泣き。選手は今1、2塁間の間のあたりで抱き合っている。神宮球場で歓喜の優勝を決めたヤクルトスワローズです。石川投手も笑顔、石川投手は笑顔です。真中監督も目が真っ赤っか。選手が次々と寄っていくライアン小川、どん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 真中監督におめでとうというように寄っていきます。さあこれから胴上げが始まります。さあ大きな輪ができて、その輪の中に真中監督が入ろうとしています。胴上げが始まります。1回、2回、3回、4回、5回、6回、7回目、7回上がりました。真中監督両手を広げて神宮の夜空に舞いました。ヤクルトスワローズおめでとう、14年ぶりのリーグ優勝、歓喜の神宮球場で決めました。という2015年ヤクルトリーグ制覇のシーン、11回の裏のところを聞いていただきましたが、いやー全然ほとんど覚えてなかったんだけどいやだけど、その延長の優勝決まるかどうかっていうところまでの、はい、この緊迫感と、はい、ケムの喋りがいまいち合ってなかったね。ちょっと待ってください。ちょっとそこでダメ出しっすか。そうそうだ。いや、褒めてくれると思ったんですが。いやいや、だけどね、雄平が打って、はい、サードが帰ってきたあたりから、やっぱりさすがだと思った、はい。ありがとうございます。うん、これはその日のためにやってるようなアナウンサーを。いやもうなんか私にとっては初めてのあのリーグ優勝決定戦、その前は俺もなんとなく10時過ぎて眠そうにもうあ思い出しました、なんだ早く決着つけようみたいな、たらっとアナウンサーのテンポの悪さにこんな緊迫せんのに今改めて聞いたらやっぱりそうだったよ。でもね、やっぱりあれ打った瞬間からやっぱ変わらないとね、はい、ああいう風に、はい、もうちょっと前から変われるように、いいもうちょっとやっぱりもうちょっとさ、一球一球テンポよくさ、畠山フォアボールでしたよ、だってさ、お前これわかんねえじゃんここからってみたいなさ、俺もなんか言うことないから仕方なく流れはヤクルトですみたいな適当なこと言ってた。これは面白い。そのね、微妙な空気感は私も覚えてるんですよ。覚えてる？いや、だから、そんなにいい記憶ではない。そうだろ？
でもあの思い出してきました、うん、はい、やっぱりこれはね、はい、やっぱりいい反省の、そうですね、反省、まあ、反省というよりも反省材料として、うん、はい、でもヤクルトは その次の年は最下位だったからね。そうだったんですよねでもあの歓声を改めて聞くと、あれ10時過ぎてたんで、うん、鳴り物が ない中でのあの歓声が、うん、そうそう、あれやっぱり良かったですね、うん、だからあれは独特のやっぱり両方のチーム、うん、まあ、阪神もその A クラスに入るかどうかと、はいはい、クライマックスかかってましたね。そう、まあだから結構緊迫した、いいね、この年は川端が打ったんだよね、2番で。川端が、首位打者と最多安打、うん、はい、そうそうそう、だから2番の川端であれ勝ったようなもんでしたよ、はい、うん、まあ、山田も打ったしね、はい、山田がトリプルスリー、うん、ホームラン王と盗塁王史上初めて合わせてと、畠山打点王と、この年は、はい、ピッチャーはだってそんな大したことなかったです。先発はね、石川投手がやっぱり13勝で一番多かったんですね。なるほどね。で、小川が11勝で、うん、なんかリリーフ防御率が1位だった、うん、あのあ、ロマンとオントルセクとバーネットがいて、うん、秋吉も出てきてた。バーネットがいたんだ、はい、はい、バーネット、これが良かったんだね、はいはい、あ、思い出してきたね。思い出してきますね。まだ俺、関根さん状態になってないわ何を言って、何、笑いが急に、いや、いいんだよ、関根さん、もう、はいはい、関根さんはね、うん、昨日、おとといかな、はい、もう、密葬で、ちゃんと。そうですか。はい、サンケイスポーツの代表の、あの、菊川さんと行って、はいはい、ちゃんとお別れを代わりにしてきてくれました。そうですか。そうそうそう。はい、でも、先週のあの、関根さんのね、あの、うん、日本シリーズの解説も、江本さんが絶賛されてました、うん、そうそうそう。やばい、勝てない、ああいう人には。うん、まあ、アナウンサー次第のとこもあるから、ね、まあそうなんですね。そこやっぱアナウンサーとのゴールデンコンビじゃなかったところがやっぱり。そうなんだよ。なんかね。2015年のあの11回、うん。私にとってはちょっと痛恨の11回の裏の実況みたいな。うん、まあ、道なき道を手探りで、はい、歩くみたいな、ね。あれから5年少しは成長しているんでしょうか。ということで。はい。ということで今日はですね、ヤクルトスワローズ14年ぶり、うん、7度目のセリーグ制覇を決めた試合をプレイバックしてお送りいたしました。さあ、それでは曲をお送りしましょう。2015年のヒット曲、西野カナさんで、トリセツ。フライデーナイタースペシャル。江本武則さんと日本放送、煙山光則でお送りしています。さあ今日はおうちで何してますか、皆さんからメールをいただいております。常雄さんですね、埼玉の方、久喜市の方、テレワーク中でほとんど家から出ない生活です。野球がない中、ヤクルトファンの私は本当なら今日金曜日は神宮でベイスターズ戦だったなぁなどと思い、スケジュール表を眺めて妄想ペナントレースを進めております、うん。でショーアップクラシックというあの日本放送でやっているポッドキャストがあるんですけれど、野村克也さん最後の解説、江本さんとのダブル解説、これが聞けますので、ほうほう、これを聞いて野球の再開を首を長くして待っているというふうにいただきました、うん。そうですね、ファンの方もね、あれですね、気のないこの時期の空気っていうのはこれ、はい、初めてですか。初めてですよね、戦争中なの、終戦すぐ間もない時もそうだったんだよね、はいはい、その辺のところまで、うん、何年から始まったかよく分かんないんだけど、うんうん、私1947年前だからね、はいはい、終戦の2年後に生まれてるわけですから、そうですね、それ以来から考えたってなかなかね、こんなことはなかったんでしょうかね。やっぱり我々もあの、ね、実況中継で野球お送りできないのでストレスが溜まっておりますが、うんうん、ラジオネーム、ドカオくんです。53歳の方、埼玉、こちらもいただきました、うん。週に3回は剣道をしていた私は稽古ができないのでスクワットをしながら木刀による素振りを500回毎日することを課していますと。あ、それいいですね。あ、はい、うん、それぐらいやらないとね。私も実は剣道部だったんです。え、で家に木刀があるんです。え、剣道部です。でも結構あの持ったら強いですよ。あ、本当、はい。俺は昔は子供の時は小学校の頃あの 竹のね、はい、竹の根をこう取ってきてね、はいはいはい、刀にしてね、おーおー、ここに刺してね、はい、近所の神社でよう別のグループとよく喧嘩しましたけど、ね、チャンバラやりながら、はい、
東急池上線の長原でやっている喫茶店小鳥にいます。奥さんが一人でやっている店です。営業時間外ですが、明日常連のお客様から頼まれた誕生日ケーキを一生懸命作っている彼女を眺めながら、すみません焼酎を飲んでいます、手伝ってあげたいのですが、すみません焼酎を飲んでいますといただきました。なかなかこう、きっとでもそういう人多いでしょうね。そう、家にいると私もあの皿洗いとか洗濯物干しとかはできるんですが、あんまり戦力にならないことがあって、いやそれは分かりますよ、はい、なんとなくできる、なんとなくそれ僕の顔を見ながらあんまり戦力にね、なさっきの実況のところからちょっと風向きが悪いですね。そうなんだ、思い出したんだよ、なんか思い出さ、テンポの悪さを思い出さなくていいです。あなたの先輩のアナウンサーにも言われました。なるほどね、はいはい、これがいいかな、週末、岩手県、岩手県の方ですね、まだそうですね、感染者が出ていないという、座内の星さん、週末田植え準備の豆まきがあり屋外に出ますというふうにいただきました。岩手なんとか、まあ、いいんじゃないですか、そうですよね、はい、やっぱり外に出て周りに誰もいなければいいわけですから、やっぱり、火に当たらないと ね、うん、それね、はいはい、ということでそれぞれいただいております。まだまだお待ちしております。ということで、フライデーナイタースペシャル、時刻は間もなく7時です。フライデーナイタースペシャル、日本放送キーステーションに全国ネットで生放送。時刻は7時になりました。改めましてこんばんは、日本放送煙山光則です。東京有楽町日本放送キーステーションにお送りしているフライデーナイタースペシャル、コメンテーターはミスター危険球といつも台本に書いてあるんですが、僕はミスターダンディと言ってほしいですね。誰に？江本さんに。え、どうしてミスターダンディー江本武則さんって僕は感じが、はい、ああそうなの、危険球の方がいいですか、いやまあまあどっちでもいいんだけどね、どっちでもいいですか、うん、はい、もうそんな年じゃないから、ああそう、でも気にする年じゃないしね、いやそうですか、いややっぱり、いやいやかっこよくありたいなと私も思ったりするものですから、いやいや、はい、ちょっと今嫌な間ができてしまいましたがこの場の悪さがさまた2015年の11回の裏に戻るんですか、うん、今日番組二部制になっておりまして、この後8時までが江本さんで、8時からは今夜はロッテ中日巨人で活躍されました前田幸永さんと山内博明アナウンサーのコンビでお送りするという、江本さんあまりお好きではないと思いますが系統策でお送りして、はいはい、はい、まあ、その間の時俺なんで間が悪いかなと思ったらあんまり聞いてないんだよ、ね、言ってることを、ね、聞いてない聞いてない、やっぱ俺にも聞かせるようにここで前でこのいくら仕切りがあってもさ、なるほどね、あの仕切りが今、うん、あのアクリル板、さっき何の質問か全然分かんなかったんだよ答えられなかったんだよ気をつけます。はい。ということでですね。うん、はい、その間が悪いんだよ。だからもう次も喋りながら次のことをもう目で追っとかないと。今どんどん今精神的に今そういうの追い込むのが俺たちの癖なんだ。あの家にいても追い込まれてるのに。そうだろうね。スタジオでちょっと追い込まれてる感じもしますが、いろいろと話題ということでは、うん、映画館ミニシアター支援3日で1億円突破と、1億円突破というニュースもありまして、うんうん、小さな映画館を救おうということで、クラウドファンディングというね、みんなの寄付を集めるものが13日に始まって。うん、ミニシアターエイド基金というんですが、16日に寄せられた支援金が目標の1億円を突破という発表がありました。まあ、こんな時こそね、まあいろんな業界も各ね、はい、まあ大なり小なりいろんな世界がありますけど、こうやってもう助け合うしかないんですよね。そうですよね。自分の大事なものをなるべく助けたいという。はい、それから歌舞伎座の公演中止も続いているんですが、その歌舞伎座の向かいに、お店を構える東銀座の老舗弁当屋小引町弁松が、後継者不在とコロナの影響がありまして20日に廃業を決めたというニュースもありました、ね、え、弁当屋さんもだから野球なんかもそうじゃないですか、はい、あ、そうですよね、ねえ、これも大変ですよ今、あの
野球場の中に入っているお店なんかも含めて本当に大変な状況になっておりますね。江本さんが世間に本音をぶつける番組ということで、今日はお家で何してますかというテーマでメッセージを募集しております。受付メールアドレスは89@1242.com 89@1242.com、ツイッターは漢字でハッシュタグ江本けむやまでつぶやいてください、うん、ゴールデンと錆びた鉄のコンビで、うん、今日は、まあ、なかなかお家ね、はい、何してますかっていうのはなかなか難しい問題ですけどね。確かに ね、私は表向きのことですけど、はい、あの裏の話は鶴子師匠にお願いします鶴子さんの番組もね来週ありますので、はいはい、こちらも楽しみになさってください、はい。では一曲お送りいたしましょう。今夜のエモヤンズミュージックということで、江本さんのリクエスト曲、はい、1曲目ご紹介いただきましょうか。ちょっと気分をこう上げましょう。はい。井上陽水のコーヒールンバで。あ、コーヒールンバね。コーヒールンバ。ええ。この曲は思い出終わりない。思い出あんまりないんですよ。ただね、普段ね、パッと暇な時ギターとかパッと部屋で持った時に、はいはい、まず Eマイナーのコードを押さえて、こうやってトンタタンタタンタタンタンタンタコーヒールンバが出てくるんですよ。あじゃあそのタンタタン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 をちょっと想像しながら聞いてください。井上陽水でコーヒールンバ。フライデーナイタースペシャル。金曜日は私江本武則が暴れさせていただきます。さあ、それでは本日のお客様、ゲストの登場です。中日巨人に在籍、日本代表としても活躍されました。日本放送ショーアップナイターの解説は今年で2年目となる井端弘和さんです。スタジオにお迎えする予定でしたが、コロナウイルス感染拡大防止のため、今夜は電話での出演となります。井端さん。もしもし。こんばんは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。江本です。ご無沙汰します。よろしくお願いします。どうもどうも。今はどちらに今で電話で出てらっしゃるんですか。まあ、自宅です。自宅で。はい。なるほど。外出自粛の中、井端さんは自宅でのなんか楽しみ方というか息抜きみたいのってありますでしょうか。いやもう子供が3人いますんで。あ。もう今までこうね昨年まで、ええ、あちこち動いてましたんで、今はもうずっと毎日一緒に遊んでますけどね。あ、まあ、それぐらいです、もう。そうか、そうか。はい。今までの分を、今、カバーできてますって感じ。なるほど、なるほど。まだお小さいんですか、うん、一番上で、はい。小学生2人の幼稚園が1人ですね。ああ、そうですか。はい。あ、じゃあ、あれですね。すごく、子供さんたちは喜んでるんじゃないですか、お父さんと一緒で、いられて。いや、もうだいぶ飽きられてきました、ね。はい。あれですか、野球ごっこじゃないですけど、部屋の中でこう、例えばプラスチックバットとかボールで遊んだりとかはあるんですか。そうですね、やりますね。あ、やる。あるけども、やり出したら、全員一緒のことをやり出すんで、もう、ひっちゃかめっちゃかになってますね。楽しそうじゃないですか、でも。まあ、そうですね、片付けるのは全部自分でやらされるんで、自分がやらされるんで。あ、井端さんがやらされるんですか。大変です。そうなの。子供さんじゃなくて。はい、岩田さんが片付ける。そうですね。もう選手に教えてた方が楽だなと思いますよね。ちなみにあれですか、男の子もいらっしゃるんですね。僕ちょっと、はい、構成知らないんですけど。はい。男の子一人に女の子二人なんですけど、また女の子がこうね、男勝りというか、かなりパワフルなので。あ、そうなんですか。はい。へえ、なんか見てみたいですね。いや、その、うちでも二人だけど、寝るときはどうなの？一緒に寝るの？いや、一緒には寝ないんですけど、うん、いつの間にか朝を気づいたらいるんで、横にはい、横にいるので、ね、立ってるのかなっていうのが、不思議でいつもしょうがないですけど。あ、それはでも夏されてるんですよ。うん、でも、それぞれほら、3人もいたら、こう、可愛さが順番に違うでしょ。順番っていうか。そうですね。やっぱり下からが可愛いですね、下からが。ちゃんと順番が。うん、いや、あるんだよ、これ。ある。はい、可愛がり方が。なんか公平に可愛がらなきゃいけないしね。難しいんだ、ね、はい、そこら辺が。まあ、野球選手だったら、コーチの時だったら嫌いな奴は別に果たしてが良かったんだけどさ、子供がそういうわけにいかないから。ね、なんか、その日によってとかありますもんね。うん。私、まあ、なんか、口答えしたら、はい、リクタらしいとかあるもん。子供でも。はい。で、井端さん黙っちゃった。
いや、あります。ごめん。正直あります。はい、朝から順番が決まるときもあります。あ、でもね、もう本当に、女の子なんか特にまとわりついてくれたらすごく嬉しくないですか？いや、はい、邪魔がられることもあるんで。ああ、もう早くも。はい、遊ぶものによっては。なるほど、女子、はい、女の子はやっぱり、はい、はい。この、うまいですね、場面場面を使い分けるのは。はい。うまいですか、場面場面使い分けは。はい、なんか楽しそうに。いや、だから、はい、例えばもう子供になると、その野球選手が好きとかね、タレントが好きとか、歌手が好きとかって言ってくるんですよ、だんだん。そうですね。うん。はい、なぜかずっとアイドルになりたいって言ってたんですけど、うん。最近は野球選手になりたいって言い出してきて。ああ、いいだろう。はい。女の子が。はい。はい。まあ、女子野球かと思いながら。うん。はい、最近でも女の子もほら、なんか結構いるじゃないですか。そうですね。うん、コロナウイルスの感染前の段階で、1月とか2月には体験も生かしたので、うんうん。で、どうしようかどうしようかって入ろうかなって言ってる間に、この感染が広がって、今、保留中なんですけど、ね、このままできれば、フェードアウトしてくんないかなと思ってるんですけど。どうして？そうだよね。岩瀬さんね、今日、たくさん質問もいただいてまして、はい、リスナーの方からお答えいただけますかね。竹山の夢男さん、はい、神奈川県。岩田さんが現役時代、こいつはうまいなぁと思った内野手っていましたか？あるいは誰かの守備をお手本にしたことはありましたか？といただきました。いかがでしょう？うまいなぁと思った、うん。そうですね。最初入った時はもう阪神から久慈さんが来られてたので。久慈さん、はい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 。もう久慈さんの守備見た時は、こう、ちょっと、プロでこうやっていけるのかなって正直思いましたよね。ああ、それぐらい、上手でしたか。はい、プロまで一応野球、入るまで学生時代野球やってたんですけど、どうやって取ってどうやって投げてるのかっていうのが瞬時にこう、わからなかったので。あ、そういうことか。はい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 。はい、このメカニズムみたいなのがわかんないよね。そうですね。わからなかったので、なんかちょっとレベルが違う、全然違いすぎかなっていうふうに思いましたし、途中に河合さんがドラゴンズにも来られたので、ああ、そうか、巨人から中日に河合さんが。河合さんの守備も参考にさせてもらってましたし、はいはい、ちょうどこう、なんていうんですかね、ショートでいい選手っていうか、ね、久慈さんもそうですし、河合さんも来られてとかで、で、その前に立浪さんとかもドラゴンズでショートやられてたんで、はいはい、いっぱいこう参考にする人がいたので、うんうん、いいとこ取りはさせてもらったかなっていうのがありますよね。はいはい。山本さん、やっぱりそういう優れた選手を見ていいとこ取っていくっていうのはやっぱり大事な。それはだから、うん、それを掴むセンスがやっぱり問題ですよね。うん、うん。もうやっぱり井端選手のやっぱりそういういい環境で自分のものにしたんでしょうね。なるほど。はい。という井端選手に対、井端さんに対してはメール結構来てましてですね。あ、その前に、はい、それ探してる前に一言。はいはい。うちの息子の高校の先輩なんだよ、はい、岩さんは。あ、そうなんですか。ええ。だから俺、解説の時は一回も悪口言わなかったんだ。本当ですか。一つ学年下で、よく学校で顔合わせてたんですけど。あ、そうそうそう。いつもだから、球場で会うと、あ、どうもどうもって言ってね。あ、うん。一応、挨拶は一つ。面白い。そういう関係じゃないよね。うん、そうです。あと、はい、僕の高校の監督が、エモさんと同じ大学で、江本さんの一つ上におられた方だったんで。誰だっけ？桑原さんです。あ、桑原、はい、あ、桑原って言っちゃいけない先輩だから。桑原さんや。桑原さんね。はい、一級上だよ、俺の。そうですね。山本浩二さんとかと一緒にやられてたみたいで。うん、あーダービーやらされて俺喧嘩したことあるんで。桑原さんって岩田さん、どう怖かったですか？どうですか？いや、ものすごい怖かったです。あ、怖い。ものすごい、星野さん、ドラゴンズ入って星野さん、怖いって言われてたんですけど、ね、ちょっと比べ物にならないぐらい怖かったですね。うん、これあ、怖かったんですね。そうそう。はい。うん、まあ、でもね、まあ、人も殴られてるの見たことあるから大丈夫よ。本当ですか？はい。3年、4年がいたんだからね。はい、多分、この話、江本さんしかわからないと思うんですけど、うん、松永さんっていう方が、結構来られてたんですよ、堀高校。ああ、そうかそうか、あの頃ね。そうしたら、こう、ちっちゃくなってたっていうのが印象にあるんで。うん、そう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 。はい。相当、その、松永玲一さんも怖かったんだろうな、と思いながら。うんうん、まあ、あの頃、ちょっと、我が母校も結構ね、
法政大学。上下きつかったからね。ああ、うん。やっぱり先輩が常にこう、うん。まあ、バシバシってやるのはあれ、昔は愛の鞭と呼んでね、最近には暴力というそうです。だから、まあ、ああ、そうだそうだ。桑原さんの時ね。ああ。はい。じゃあ、いろいろつながりが江本さんと、江本さんあるってことですよね。うん。ずっと親しみを感じながら解説してた。だから、一回も多分悪口言ったことない。あれだな。はい。チャンスに三振したもん、いや、今のはピッチャーが悪いとか言ってた。あ、江本さん、今、どうですか？解説も始められて、江本さんになんか、聞いてみたいこととかありますか？いや、もう、はい。僕も、こう毒舌じゃないですけど、切れ味鋭くいきたいなとは思ってるんですけど、なんかどうしてもこう、なんかこう、自分を守るじゃないですけど、守らないようにしてるんですけど、もう一個踏み入れたいんですけど、うん、まあ、その辺こう気をつけてることとかあるんかなと思いまして。いや、もうね、自分がうまく喋れないときはアナウンサーが悪いと思っておけばいいんじゃないですか。今って人のせいにするから、はい、俺。アナウンサーが悪いと。ああ、ですね。いうことで。気にせずに、どんどんやったね。引き出し方。はい、もう、思ってることは、言葉に出して、言うようにはしてるんですけど、どうしても、これ言ったらまずいかなっていうのが、最後にちょっとあるので、そのもう一皮向けたいなと思う、行きたいなと思うんですけどね。いや、でもそこはね、スルリとすり抜けながらね、言ったようなふりしながら言ってないみたいなね。あ、そう。ちょっとずるかしくんだよ、俺もね、そこはね。でも、それでも真に受けてくるやついるからね、文句言ってくるのは。いや、まあ、それは難しいですよ、やっぱり。なかなかね。井端さんから見て、今ね、なかなかプロ野球開幕しませんけど、はい、選手のそのコンディションなんかは、やっぱり相当難しいとは思われますか？コンディション作りは。そうですね。うん、まあ、でもまあ、体もある程度キャンプもやってきて、オープン戦もこなしたんで、出来上がってるんで、まあ、そこは気にしなくていいと思うんですけど、まあ、あとはもう開幕日が決まる、まあ、ちょっと延期して決まってこの辺かなと思ったのがまた伸びたりと、今回も伸びたので、本当にここから開幕するっていった逆算でこう気持ちは作っていけばいいと思いますので、まあそこまで苦労はしてないんじゃないかなとは思いますけどね。逆にね、そういうふうにうまく計算できる選手がいるならば大丈夫かなとは思うんですけど、まあ、逆に言うと、そういう今みたいな状況の中で、そういうふうに考えて、こうやっていかないと、まあそうですね。というところが出るんです。まああとはもうね、一軍のレギュラークラスをね、抜かないといけないっていう二軍の選手っていうのはやっぱりね、やらないと、それよりは上手くなれないと思うんで、うん、逆にそちらの方が大変なのかなとは思いますよね。経験させられてるんで、今。なるほど、なるほど、はい。若い選手。なんかこうアピールしようと思ってたのにちょっと出花くじかれたみたいなとこもあったりするわけですね。うーん、と、ね、質問は、またってその、すいません。喋ってる時にもそれ見といた方が次パッと話ができる。そうですよね。俺は繋がなきゃいけないでしょ、今日岩田さん、昔の実況が流れましてね。はい。私と江本さんのコンビの、2015年の、はい。で、僕のテンポとかがすごく悪かったことを江本さんがすごく思い出してしまって、はい。そっから、そっから今日の番組も今責められて、今進行してるんですけど。岩さん、僕大丈夫ですかね？僕逆に僕が大丈夫かなって。いや、もう岩さんは大丈夫ですよ。喋、りにくいでしょ、でも。何が。いやー、喋りにくくない？はい、まだそこまで感じられるほど余裕がないのかわからないけど。もうね、はい、次の質問を考えてないんだから、これ。そうですね。はい、一つ終わってからそれ、またそれ見るからおかしくなる、はい。やっぱ江畑さんは、プレイではもう次の動きっていうかね、当然、こう予測しながら、やってらっしゃって、うん。まあまあ、まだ若いしね、これから球界でね、どんどん現場で、活躍してもらわなきゃいけない。俺はまあ、ひょっとして、孫正義さんからさ、監督やれって言われたら、ヘッドコーチに一番先示したよ。ああ、そうだったんですか。ほんで、1年か半年で辞めて、監督に変わってもらうというね。今、分かってんの今。いや、今、しました。今、ちょっと分かったふりしました。すいません。すみません。聞いてないんだよ。分かったふりしました。その時に俺が喋ってる時に違うの見てるから、もしかしたら、そのメールを。リスナーの方も今、ちょっと分からなかったかもしれないので。もうぐちゃぐちゃになって。今さん、本当申し訳ないんですけど、今のもう一度説明していただいて。いや、普通の人は分かってんだ。いや、間違ってさ、孫正義さんが俺に監督せえって言ってきたら、一番最初にヘッドコーチは、はい、井端さんをやってもらうと。ほんで、俺はどうせ半年でクビになるから、すぐ監督に移動する。
すみません。そういう、あの、プランを描いてたんだけどね、俺。あ、すみません、ね。ありがとうございます。言ってこないんで。はい。わかった。井端さんも今わかりました。田中かなたさんから、新潟の方から、井端さん、またユニフォームを着る気持ちはありますか？私は中日ファンです。井端さんにコーチ、ゆくゆくは監督として戻ってきてほしいです。そんな将来は夢見てもいいんでしょうか？といただきました。そうですね。まあ、あの、またね、ユニフォーム着たいなっていう気持ちはありますけど、はい。はい。まあ、そうですね。まあ、最終的にはなんか、どっかで高校野球の監督もやりたいなっていう気持ちは多少持ってます。へぇー。なんとなく、なんとなくですけど。そうなんですか。なんとなくですけど、はい。高校野球、それは、まあ、なんとなくでけど、なんかこう、そうですね、なんか、まあ、その、なんていうんですかね、学生の、大学生の頃とかに、高校の監督やりたいなっていうのはちょっと思ったんで、ただそれがまたちょっと出てきたかなっていうふうに思ってるぐらいで。ありがとうございます。なんだかいい、今ネタを。母校がちょっと弱いんで、母校に一回。そうですね。もう全く甲子園出てないので。堀越高校ですよね。うん、はい、うん。まあやりたいなっていうのもありますし。うん、まあでもみんな、あの、高校野球の監督したいっていう人、割と多いよね。そうですね。うん、あの、面白いちょっとあの辺と、こう、なんていうんですかね、ちょっとひねくれてないっていうんですかね、プロ野球と違って。うん、そうそう。純粋で。こう純粋な生徒を一生懸命教えてみたいなっていうのも、正直思ってますね。はい。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。どうもどうも、まだ、どっかで。はい。よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ、はい、娘さんたちと遊んでください。野球ごっこで、はい。はい。大変ですが、お疲れ様です。ありがとうございました。はい、失礼します。はい。なんか、江本さんに見つめられてると、だんだん私、進行がギクシャクしてきた。プレッシャーが何を言うのかなと思って。プレッシャーにすごく弱く見てんだけど。なっておりますが。はい。はいということで、ゲスト、井端弘和さんに、まあ、電話で、実直で、はい、いい野球選手でしたもんね。はい。どうも、井端さん、ありがとうございました。フライデーナイタースペシャル。日本放送キーステーションに全国ネットで生放送。お送りしておりますフライデーナイタースペシャル、コメンテーターは江本武則さん、進行日本放送煙山光則で、煙山ちょっとノッキングを起こしながらお送りしております。相当なノッキングだね今日。全然前々回のから反省してないあのノリだから。ここで、エモヤンズミュージック2曲目に行きたいと思います。どの曲に？まあやっぱ昔思い出してね、はい、やっぱこういう暇になるとずっとこう昔思い出したりするじゃないですか、はい、自分の中学時代だ高校時代だ、音楽でどっから入ってきたかなと思ってやっぱ衝撃的なのはやっぱビートルズでした。ああ、はい、その中でも私好きだったのはガールっていう曲なんですよ、うんうんうん、それを今日はちょっと聞いていただこうと思って、はいはい、ではビートルズでガール。 Is there anybody going to listen to my story? ビートルズでガールを聴いていただきました。エモさん、入り方がいいというふうに。あの、はい。イントロが全くなく、いきなりカーンと入るじゃないですか。はい。あれがもうたまらぬかっこいいですよね。どうですか、このガール。ガールズバーじゃないですよ。はい。はい。僕好きな曲ですけど、エモトさんがそのイントロがないっていうところがかっこいいっていう、そういう分析力が自分にはないんだなと思いました。いや、それはセンスの問題だと思う、はい。センスがないって。はい。はい。フライデーナイタースペシャル、江本武則さんと日本放送煙山光則でお送りしています。フライデーナイタースペシャル、日本放送キーステーションに全国ネットで生放送。お送りしておりますフライデーナイタースペシャル、続いては私ケム山が気になる話題を取り上げるこちらのコーナー、ケムズフォーカス。今日は江本さんにプレッシャーをかけられます。なんかやたらでかい声で今言わなかった。ちょっと声だけ自分のとこだと思って、まあ、センスがない分声だけは出そうと。はい、あの先週ねおっしゃってましたが、あの人間年を取ってくると、うん、あの菜園だとか園芸だとか読書に行くんだっておっしゃってたんですけど、うんうん、
今日は読書ということで、読書でね、はい、本をご紹介したいと思います、はい、この4月に出たばかりの、高校野球を題材にした本なんですが、うん、俺たちは外人部隊なんかじゃないという野球留学生物語という全国各地 の, その野球留学をしている、生徒さんあるいは監督さんとかに取材をして、まとめた本なんですが、これがね、北は八戸学院光星青森の、ほうほう、はい、その江本さんの高知の明徳義塾もありますし、はいはい、江本さん高知省ですが、それから長崎の創成館、いろんな学校が紹介されておりまして、あのやっぱりこう野球留学すると地元 の, あの割合が低くなるんで、その外人部隊だとかって揶揄されるんだけ ど, ど実情としてはあのそういうことではないんだよっていうことを書いてある本で、あの特に僕はあの、ね、盛岡大附属高校の話がすごくあの胸に来たんですけど、あの花巻東を破って、はいはいはい、大谷翔平が甲子園出られなかった時のチームなんですけど、まあ、やっぱりそのたくさん留学生受け入れるってことはすごく施設も豪華だったり、うんうんうん、あるいは資金力もすごくあるっていうイメージがまたその、ね、ちょっとこうそういうふうに言う理由にはなってると思う、うん、この本を読むと全然違っていて、うんうん、この盛岡大附属というのはまず雪国なのに室内練習場がない、はあ、で室内練習場がない雪国の高校、ね、で雪の中長靴を履いて、うん、であのバッティンググラブはすぐ破れちゃうので、うん、あのゴム手袋ほう300円ぐらいの、ほう、まあ、分厚いのを手にはめて、うん、ずっとスイングをするような環境でやっている。それから江本さんがね、去年の夏に出された高校野球が10倍面白くなる本っていうのにも出ていたんですけれど、はいはい、特待生っていうのがありますが、はいはいはい、これもこの盛岡大附属高校っていうのはもう年に 2,3 人なんですね。上限5人が望ましいと言われているところ、はいはい、まあ、いわゆる入学金授業料免除されてはいない生徒が多いんだけど、だけどこの学校でやりたいっていうふうに、あの生徒が、まあ、15歳ぐらいの段階で中学生の段階で調べて、はいはい、盛岡大の場合はバッティングがすごく魅力だということで入ってくるという、いうような話、あるいはねそのなんかちょっとユーモラスなエピソードもすごく出てきて、青森の、八戸学院光星ですか、はい、これあの三保野っていう地名のところにあって、うんうん、ここにミポリンというものが発生する、聞いたことあるね昔、昔の歌手の方ではなく、舞踊なんですけど三保にいるから大きな舞踊が出てきて、それに刺されると練習ができなくなるっていう、うん、もう過酷な悪戦苦闘のエピソードなんかもありまして、うん、私ももう60に近いので、うん、親元を離れて寮で暮らすその子供の姿にこう胸を打たれるというところもありますし、高校野球を、ね、見る時の心持ちが変わるだろうなっていうような一冊なんです。いろんな、うん、もう本当取材をされてて、で江本さんもあのこの去年の夏に出された高校野球が10倍面白くなる本というのを出されてますが、その中で、うん、あの野球留学の正当性を話してみたいという項もありまして、うんうん、はい、その県外から集まった球児だけでは応援できないという声はあるけれど、そうじゃないんだということも書かれて、うんうん、よくぞ我が町に来てくれたっていうのが一つのポイントで書かれてるんですね、うんうん、はい、なかなか今少子化で、あの、はい、地方の、そうすると、まあ、はい、それぞれこう難しくなってますよね、県内で県内の選手だけ集めて、はいはい、野球するっていうのもちょっと難しいし、まあ、幅広く例えば私立だとね、うん、やっぱりそれはいいんじゃないですか、幅広くこのなんていうんですかね、チャンスを与える、うん、門戸を開くっていう、もう町おこしみたいな感じに、うん、そういう考え方でねいますし、はい、この俺たちは外人部隊なんかじゃない、菊池隆弘さんという野球ライターの方が、取材をされているんですが、これを見てあの甲子園またね夏行われてほしいんですけど、その甲子園大会を見ると、はい、こうその背景にあるドラマも含めて非常に面白くなるんじゃないかという、うんうん、今日は一冊をご紹介させていただきました、これはいかがだったでしょうか、今の紹介の仕方は、うん、まあはい、あの本の良さからすると、まあ、ちょっといまいち気持ちだけ気持ちは伝わったという感じでしょうか、うん、今日は俺たちは外人部隊なんかじゃない、菊池隆弘さんが出された本をご紹介させていただきました。
一曲、甲子園のチャンステーマの曲のもう定番になっております。山本リンダさんで、うん、狙い撃ち。フライデーナイタースペシャル、江本武則さんと日本放送煙山光則で東京有楽町日本放送キーステーションに全国ネットで生放送。さて、先ほど山本リンダさんの狙い撃ちをおかけしましたが、はい、作詞が悪友さんで、あ、悪友さん、ね、あ、江本さんとなんか悪友さん昔ね、はい、ええ、まあこの人阪神ファンで、ええ、昔日本放送の川内さんという社長とかね、はいはい、鹿内さんとか、ええ、富士の、はいはい、日本放送の社長もやられた、みんなでね、突然リオのカーニバル見に行こうぜ。って言われて、私野球やめて何年か経ってすぐ、はいはいはい、で買う、一緒に行く人がね、はい、悪友さん、はい、それから石森章太郎さん、あ、で斉藤隆夫さんですよ、あらららね、ゴルゴーさん、ええ、はい、ここでみんなでね行こうよっつってね、はい、でブラジルのリオにね、はい、鹿内さんと同じし、アメリカのテレビ局の二代目がいてね、その人が全部あれしてくれるから行こうっつって、まあ、もう24時間かけてリオまで行ってね、はい、リオのカーニバルって見たことあるんですよ。本物のリオのカーニバル。その時も一緒に飯食ったりなんかしてね、もう悪友さんには随分お世話になりましたけど、はい、懐かしいな。ああ、そうですね。悪友さん亡くなられましたけど、そうです。当時どんな雰囲気で喋って。いや、まあ、とにかく仲良かったんですよ。石森章太郎さん、その斉藤隆夫さんと、はいはい、それから、その、悪友さんと。漫画家の二人と、ね、はい。で、はい、日本放送の川内社長と、はいはい。ね、みんな仲良しで。うんうん、体型がみんな同じなんですよ。あ、ちょっと太り気味。うん、太り気味の、ね。それはリオのか、イパネマの海岸後ろこう歩いてる姿を見てね。ええ、ってぐっと笑いました。思い出が。どんだけ似合わなかったかって。いや、そんな思い出があってね。あ、そうですか。もう楽しい思い出でした。はい。悪友さんといえば、甲子園の歌とかね、甲子園にもすごく思い出があって。なんか、江本さんのことも。悪友さんの本人もちょっと僕のことを書いてくれたり、なんか、お父さんが警察官で、はい、私の親父も警察官だった。はい。はい、うん、そんなようなことでちょっと書いてくれたりね。うん。まあ、すごい人だったですよね。はい。今まで夏の甲子園もね、なんとかやってもらいたいなという感じもいたしますが。はい、そうですね。さて、今日はメールもいただいている中でですね。うん。僕はトレーディングカードの整理をしています。部屋に10万枚くらいあって、畳の部屋がガレージ状態です。中には東京六大学野球のカードもあり、20代の江本さんのカードもありますよ。はぁ。という、戦うレベル。僕も出てなかったんですけどね、私は。あるんです。見てみたいですけどね。でね、はい。写真撮って送ってくれないですか、ね、戦うレフリーさんからいただいております。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、ラジオネームウールの水さん、江本さんは手が大きいかと思いますが、ギターは弾けるんですか？小さくてウクレレみたいになるのかなと思って、ギターが小さくなっちゃうってことですね、うんうん、大きいから。どうですか？まあ、弦が2本一遍に押さえるときありますね。はい。1本押さえなきゃいかんところ。大きい方が有利なんですかね。いやいや、どうなんでしょうかね。繊細な方が有利です。はい。わかりました。ということで、メールも今日はご紹介しております。89@1242.com でまだお待ちしております。それでは一曲お送りしましょう。竹内まりやさんで、うちに帰ろう。マイスイートホーム。フライデーナイタースペシャル、江本武則さんと日本放送煙山光則でお送りしています。さあ、江本武則さんとお送りしてきましたザ・フォーカスフライデースペシャル、フライデーナイタースペシャル、番組はこの後も続きますが、江本さんと私煙山が担当する前半はここで終了。あ、先ほどの方から法政大学時代の江本さんの写真を送ってくださいました。あ、どうですか。あ、これカードね、実は見たことあるんですよ。はいはい。でたまにサインしてくれっていう、ね、のもあると。まあでも懐かしいですね。あ、髪もね、これ、ま、丸刈りですか。まあ、いや、はい、この時代は全員慶応と東大以外は全部坊主ですか。あ、慶応と東大は違ったんですか。いや、全部、はい、坊主、はい、という江本武則さんの写真も送っていただきました。ありがとうございます。さて、この後はですね、前田幸永さんと山内博明アナウンサーのコンビでお送りするんですが、別のスタジオにいる、今モニターに映っていますが、前田さんとつながっています。前田さん、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。
あのマスク外して大丈夫ですよ。はい、はい、外しました。別のスタジオなんさっきあの前田さん聞いてらっしゃったかどうかわからないですけど、はい、俺たちは外人部隊なんかじゃないっていう本に前田さん登場してますよ、はい、あ僕の、持っているチームの選手が、はい島根県まで行ってますんで、はい、石見智翠館に入った、はい関山選手、前田さんの、はい片岡選手ですね、はいはいうん、という、はい、こともありますがどんな時間にしますかこの後の番組ですが、はいはいまあ、このご時世ですけど、ねまあ、前田幸永の、ねこうまあ思っていることなど、ねまあ、あとロッテ中日巨人とかいろんなこともありましたんで、はいまあね、そんな中で前田幸永ってこんなやつなんだってなんかこう知っていただけると嬉しいかなというふうに思います、うんはい、子供たちにも野球を教えてますんで、はいね、最近 の, その子供たちの様子とかもね、はい、あると思いますが、はいはい、では楽しみにしております、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします、前田さん今マスクをちょっと半分外した状態で別のスタジオでモニターで映っております。さあ江本さんとお送りしてまいりましたが、あのメール、埼玉市のスナック明美のマスターさんからいただきました、うん、江本さんギターをポロンとするんですか。めちゃめちゃダンディーすぎます。ちょっと想像ができないのですがいつかスタジオで弾き語りを聞いてみたいですと、うん、一回やったことあるんですよ。あそうなんですか、ま、松本秀夫さんとね、はい、はいはい、まあ、あの人はまあうまくはないんだけど二人でリオでそうそうやってあそうなんですか、まあ、人に、公にやるようほどのもんじゃないんですよ。うちわでもひっそりとこっそりやるような、まあ、ちょっとうちわみたいな番組になってます、違いますけど、ね、ぜひやっていただきたいなという希望もありますが、はい岩手からいただきました大鳥キリンさんですね。江本さん昭和22年生まれなんですか。うちのおかんとため年ですやんちなみに死んだおとんが19年生まれです。もっと若い方かと思ってまし見てましたが、うん、若々しいですね。ケム山さんは年相応ですねっていただいております。うん、はい、まあ、ケムと同じぐらいしか見えないもんね誰が見てもと、まあ、もしかしたらそうかも、まあ、気持ちの方が若いかも分かんないし、はい、気持ちもね、はい、今日は2015年の実況から、いやいや、はい、かでもね、はい、まあ、はい、日本放送の野球のアナウンサーっていうのはね、はい、やっぱり素晴らしい。なぜかっていうとね、はい、普段もうみんなにいじられて強くなるもんね。ああはいはい、ね、そのさっきの話じゃないけど、はい、ああでもないこうでもない。だから俺は誰と組んでも全然やりやすいのよ別に、はい、あ本当ですか。もう全然問題ないですよ。後で以外は後で何やあいつみたいなそれで長あの関根さんみたいに流しといたよって言ってます。先週おっしゃってましたよね。あの、うん、試合がもうどうしようもなくなったら流すっていう、ね、やっぱりレベル高い。やっぱりそれはやっぱり、だから、まあ、解説者が何十人もいるんだもん。そう私も踏めていただく中に、はい、一応はちょっとぐらいは、うん、わずかに褒められてもけなされてもどっちにしても嫌な汗をかいておりますが、とはいえ非常に楽しい時間を過ごさせていただきました。原曲やらないとこういう時はね。そうですね、逆にあのラジオ聞いてる方がこの我々の楽しい声で少しでもねこう気持ちが、まあ8割はから元気ですけどねやっぱり、うん、あの共通点としてはうまいもん食べるっていうのが共通点なので、早くあの大手を振って、あのこれ8時に終わって8時まで店終わりって言われたらね、この後行くともないもん ね。だから自粛っていうのも、自粛外出禁止、外出禁止じゃなくて外出自粛っていうのも、どういうのを外出っていうのか、不要不急っていうのはね、これぐらいの今日なんか日本放送の部長あのスポ、はい、部長来なかったじゃない。多分今日は不要不急と思ってんだよね多分そういえば、あ今あそこにいました。いたにマスクをして。俺は見ないからさ。俺はここでここにいるから来ねえのかなと思ったら。あのスタジオの中に入ったあの人数が制限されているので。こんな用事があるっていうんですね。ということで大手を振ってねまた、まあ、もうそういうのがなくなったら、うん、だいたいこの後僕は江本さんにくっついてって。そうそう、ここで浅草さんのね。はいはい、もやしそば食べたり、もっと行ったりするんだけど、はい、今日はもうここで再難しないということでございまして、はいはい、さて来週のこの時間は鶴光の噂のゴールデンリクエストをお送りしますので、江本さんはまた2週間後にご登場いただきたいということでございます、うん、はい、ここまでのお相手は江本武則、日本放送煙山光則でした。